はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日は間違い探しクイズのね、答え合わせをしていきたいと思います。で、今バダルさんのお宅の前におります。です早速ね、中入っていきましょう。まずこの辺、最近綺麗になってるのは掃除してるせいかこの辺は特に何もないですね。で、ここちょっと開けて、開ける。で、まずね、このボックスですね。このボックス、これが1個増えてます。で、これ1個増えたら中身を増やせんのかなと思ったら、こっちのタンスと一緒なんですね。中身はね、結局タンス2つ分しか増やせないんですね。なんだと思ってちょっとがっかりだったんですけど、ここに1個増えました。で、あとはもう2階ですね。今回は簡単、この2つが増えました。以上です。実に簡単。ここね、ぬいぐるみでね、いっぱいにしようかなと思ってるんですけど、ネタバレですね次のあの間違い探しクイズのネタバレですけど、ここをね、ぬいぐるみでいっぱいにしたいんですよ。ぬいぐるみとかね、その他もろもろのこういう置物、キャラ系の置物で満たそうかなと思ってるんです。いっぱい置けたらいいかなと思って、ちょっと大きめのをね、後ろに置いたりとかしたんですけど、まあまた随時ね、増えていくかなと、そんな感じです。で、今回ですね、まあ答えはそれで終わりですね。はい。リシストリカのね、人形が欲しくて、今携帯の方でいっぱいなんかポイントみたいのを貯めてますけど、まだまだですね。300ポイントだったかな、なんか貯めないとダメなんですよ。で、今回はプラス、あそこに行きたい。どれでいいかな、グレンでいいかな。宝くじをね、宝くじを先日買いましたので、その答えをね、見に行きたいんですよ。答えって変だね。まあ当たってると思うんですけどね、当たってると思うんですけど、それを確認にね、行きたいなと思います。反対側か。あれですね、さて、君当たったの？というか、君その T シャツなんだよ、それ。マユさん姿を見てないんだ。まさかまた何かあったんだろうか。まあ、あったといえばあったね。おそらくバージョン 3.3 で出てくるんでしょうね、と思ってるんですけどね。で、あ、これじゃない。これか。今バダルさんが持ってるね、お金、メダル等々すべてですけども、ここに、10、100だから1000、あと2桁、60っていうのが頭につくと思うんですね。234の前に234300ゴールドですけど、234の前に60っていうのがつくはずなんです。60、それがこの動画の最後につくはずなんですけど、当然当たってるよね、当然当たってるよね。マユじゃなくて、ここはユーユーじゃないか。当然当たってるよね。当たってなかったらどうしよう、クレームだ。
あら、あなた第4回のくじきをお持ちのようですね。これは何が当たるかってやつか。今回参加賞は黄金のブローチの箱3個。あれちょっとケチってな。プレゼントチケット3個。なんだプレゼントチケットって。よろしければ当選確認と景品のお渡しとくじ券の回収いたしましょうか。くじ券持ってっちゃうの？それ証拠なんだけどな。証拠隠滅だな、きっと。良いものが当たるといいですね。ふふ。このふふっていうのは、この悪いやつがよくやるよね。ふふ、てんてんてん。悪いやつだな。では参ります。お !3 等。これ6億 ?6 億 ?3 等って。3等って6億?あー、わー、わー、わー?わー、てんてんてん。まったく本当は全然当てないつもりだったんだろう。それがわー、てんてんてんですね。3等が1枚。さて、問題はプレゼントチケット3個。これ何ですか？素敵なアイテムと交換できるワクワクチケット。しかし何も起こらなかった。これどこで交換できるんですかね。黄金のブローチの箱。あ、そういうことか。もういっぱいでしょ、やっぱり。いっぱいだよね。装備枠がいっぱいなんだよね。バステタロのブローチ。これなんだ、おしゃれと。最近ね、入れる場所がもうなくなっちゃってね、どうしようかなと思ってんですけど、攻撃魔力となんとかが上がるブローチ、これ持ってないっけ。あ、持ってないな。攻撃魔力どのぐらい上がんだ。下がってるやん。下がってるじゃん。じゃあちょっとこれ1個合成に行くか。金があんまないな。合成に行って開けますか。結局あれじゃん、3等でごまかされたわ。次回クレームだなこれ。6億当たってるくじくれっつって買ってんだよこっちは。当たってないじゃん。ないじゃん。これ3等のくじになりますですけどよろしいですかって言って売るもんだよね普通はね。また教育がなってないなあれ。やっぱ店員の教育がね悪いね。なんかいかにも言葉遣いが悪いやつが使うような言葉遣いだもん。ああ、騙されたわ。合成チャレンジする。バステと1個を合成しちゃいましょう。何がつくかな。おしゃれさプラス4。いらねえわ。おしゃれさが上がるとどうなんですかね。何がどうなるんだろう一体。まあいいや。で、あと1個何が。イシスのブローチ。イシスのブローチってなんだ。回復魔力が上がる。ほうほうほう。10上がる。回復魔力か。回復魔力はいいんじゃない。僧侶に
最大ヒットポイントも上がる。6。OK。で、プレゼントはもしかしてあそこでもらうんじゃないのかな。ちょっともう一回ぐらい戻ります。どこだっけ、あそこ。あそこでもらえんじゃないかな。なんかどっかにあったような。違ったらすみません。どこ行けばいいのかコメントで教えてください。違ってたら。どこ行けばいいかわかんないです。あそこ。なんだっけ。オルフェアでよかったかな。多分なんかあったような気がするんだよな。誰かいなかったっけ、確か下の方に。プレゼント交換しますとかっていうやつが。君違うよね。違うね。これも違うだろうな。こんな中途半端なとこじゃないとこにいたような気がするんだよな。この辺に、あれ違うかな。交換屋。あ、これじゃない？メリポコ。あれ？あ、これか。もらうもの。あ、こっからもらえんのか。なるほど。必要が、あ、7個は必要なんだ。キングカマープリズム、ドルバイクプリズム10個。プレゼントチケットってどうやって手に入れんのこれ。スイーツボードプリズム、バトルロード、うん、仕草書、グー、チョキパー、ペンペン、盆踊り、ウインク、挑発起こるピース。あー、なんかこの辺は持ってるような気もしなくもない。プラコンゴーレム服、何これ。ナスビ服、あー、プツゴン服、そういうやつか。メタキンチケット、お友達紹介か、これは。あー、なるほどね。あれ、なんかあんま欲しいのないな。ドルバイクプリズム欲しいけど全然足らないですね。カジノプレイチケットとかいらないしな。まあグーチョキパーがあると、まあ便利っちゃ便利だけど、他の人も持ってないとこれ意味ないもんね。ペンペンとお尻ペンペンだよね。盆踊りは持ってなかったような気がするな。いらないわ、この辺の服も。これだってあれでもらえるもんね、福引きでね。そっか、欲しいのがないな。もうちょっと貯まるまで待つか。はい、ということでね、ここでプレゼントは交換できるみたいです。オルフェアの街のメリーポコさんで。ただ欲しいものがないな。まあプレゼントチケットどうやって手に入れるのかわかんないですけど、まあまた貯まったら、ドルボードのと交換しようかな。ということでね、今回は間違い探しクイズの答えと、まああのちょっとね、あの悪いやつがやってんのかなって最近思いつつある、
あれですよ、宝くじね、ちょっと販売元大丈夫かなって思っちゃうような宝くじの結果と、まあ交換屋の場所をねちょっと来てみましたというような動画でした。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。